綺麗な青空の下でのオープニングとなりました。進入隊形インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1、3、5、6コース4テープをスタート決めていきました。ペースは1周1マーク。1番萩原の陰線を5コースから5番秋田まくってきまして、内側差してくるのが2番の鹿島、タッチストレッチです。先頭差し抜けた2番の鹿島、2停止のリード。2番手1番の萩原、内側からは3番森作、その外に5番秋田、6番4番と追走しています。スタートは前提正常でした。2マーク2番の鹿島がトップ旋回、2番手は3番森作を回しても差し、1番の萩原でホームへと戻ってきています。2番手1番の萩原が立っておりまして、3番手3番森作の内側ついてきた5番の秋田。レースは1周の1マークです。2番鹿島はリードを広げています。2番手1番の萩原、その内側に5番の秋田が、ここは2番手争いまで参戦してくるか。バックストレッチです。2番手外を回った1番萩原、その内側から5番秋田、さらには3番森作と3艇による2番手争いとなってきました。水が空いて6番長谷川が5番手、最後方4番村松。レースは2周の2マークです。2番手争い、1番萩原が伸ばして先に回っていこうとしますが、この内側3番森作がついてきまして、さらに内側5番の秋田、ホームへと戻ってきています。しかし先に回った1番萩原がなんとか2番手守っていくでしょうか。3番手争い、5番秋田に3番森作、最終周回の1マークです。2番鹿島は独走状態、2番手1番萩原が先行、差しを狙って5番秋田に3番森作で最後のバックストレッチです。2番手は1番萩原守っておりまして、3番手5番の秋田が一定心優勢、4番手3番森作、最終ターンマークへと移ります。2コース差しを決めました2番の鹿島、今日の1回走り物にしていきます。2番手が1番の萩原、そして3番手は5番の秋田が後ろを振り切っていきまして、まもなくゴールを迎えていきます。2番鹿島ゴールイン、1番萩原ゴールイン、5番秋田ゴールイン、3番森作、6番長谷川、4番村松ゴールインです。OB Channels。 風追い潮ともに少し強まっています。第2レースの予選競争、進入隊形インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インから1番太田、5コース5番坪内、コースタート1マークです。5番坪内少し覗きましたが、1番太田の伊勢、2番伏見が先にまくっていきました。内側差してくるのが3番の大池、まくり差しが5番の坪内、左内からは6番小川でバックストレッチ。先頭争い混戦のようですが、差しを入れた3番大池わずかに前、後ろ2番手争いですが、直線で2番伏見が伸ばしていきまして、3番大池まで届いてくるかどうか。スタートは前提正常です。2マーク3番大池がトップで旋回、2番手2番伏見の内側からは6番小川、そのうち5番の坪内でホームへと戻ってきています。先頭2番手3番2番となっていまして、離れた3番手5番の坪内、差がなく1番6番と追走、2周の1マークです。3番大池がトップで旋回、今度は差しを狙って2番の伏見、バックストレッチです。2番の伏見の差しが届いてくるでしょうか。直線で3番大池外側、内側2番の伏見が並んできまして、先頭争いに持ち込んでいます。離れた3番手は5番坪内が守っておりまして、2周の2マークです。2番伏見が内側から先行していきまして、3番大池の差しハンドルだったんですが、回ったところで2番伏見が先頭に上がってきました。2番手に交代、3番の伏見、3番の大池、そして5番の坪内3番手、現在の体勢2番3番5番、最終周回の1マークです。道中追い上げ見せました2番の伏見、最終1マーク旋回、2番手が3番の大池、そして3番手が5番の坪内の順、最後のバックストレッチ。上位体勢は2番、3番、5番で、その後ろは6番小川、1番太田、4番斉藤と追走しています。最終ターンマークです。シリーズ2勝目のゴールへと向かいます。2番の伏見、最終ターンマーククリア、3番大池が2番で、そして5番坪内3番手で間もなくゴールです。2番伏見ゴールイン、3番大池ゴールイン、5番坪内ゴールイン、6番小川、1番太田、4番斉藤ゴールインです。
Kobe Channels。一般カード6手のコースは内から部長と3番4番5番6番です。今スタートしました。6メンバーそんなに差のないスイート体系となりました。2コースから2号艇篠崎ですが1の1枠インから先頭取る1号艇平2号艇篠崎3つ間を割ってくる3号艇の三島切り込んでくる5号艇湯川ダブラダブリー展開取れて先頭5号艇の湯川2番手は2号艇4号艇6号艇3号艇先頭後方バックストレッチ1号艇にアクシ達成です。一緒にコーナーの世界スタートは正常トップ世界5号艇湯川2番手フルッと6号艇の鈴木に行って4号艇の大江三層は2号艇の篠崎ホームに帰って先頭は5号艇湯川浩二。レースはこれから2周目と移っていきます。1マークのターンは先頭5号艇の湯川2番手4号艇の大江です。ここでお知らせいたします。1号艇の萩原秀人1周バックスレッジにおきまして転覆のため失格となりました。ゴールインです。先頭5番です。湯川がゴールイン。2着4番大江ゴールイン。3着2番の篠崎ゴールイン。OB チャンネル。2号艇重富へと集まっています。第4レース予選競争水流体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。3コース3号艇飯山5コース5号艇片足がコースタートを切っています。レースは1周1番ゲート向かいます。3コースからまくる3号艇飯山サシハンドルが4号艇の山区でバックストレッチへと抜け出しています。先頭サシが届いてくるか4号艇の山区アウトコース3号艇飯山その後ろに6号艇の中田が3番手1号艇阿部離されて5号艇片足2号艇重富と追走スターター前提正常です。一瞬マークトップで4号艇の山区が旋回してホームへと折り返しています。2番手3号艇飯山3番手が1号艇の阿部上位の体型は4番3番1番その後ろ3艇進行方5号艇片足6号艇の中田2号艇重富と続いています。一周一マークをトップで4号艇山区が旋回2番手3号艇飯山3番手1号艇阿部でバックストレッチです。上位体型は変わらず4番3番1番3艇進行方に5号艇の片足離されて6番2番と続いていましてレースは2周目のマークです。トップで4号艇の山区が旋回2番手3号艇飯山3番手1号艇阿部内側から5号艇の片足が逆転で3番手で上がってホームへ取り返しています。上位の台形は4番3番5番と変わってレースは最終周回2艇進行方4番手に交代1号艇の阿部です。3周1マークの旋回から最後のバックストレッチへと確定が抜け出しています。先頭は角から差し抜けました4号艇の山和人節目の江戸川通算200勝達成となりそうです。2番手が3号艇の飯山康3番手が5号艇の片橋幸隆最終コーナーです。トップで4号艇の山区が旋回2番手3号艇飯山3番手5号艇片足でホームへと折り返しています。先頭2番手定冠詰まっていますが間もなくゴールです。先頭4番の山区和人ゴールイン3番飯山ゴールイン5番片足ゴールイン1番2番6番の順でゴールインです。